はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、ハーベステラやっていきたいと思います。前回ですね、南西の洞窟、シジマの洞窟の方にね、向かってアルジェーンまでもう少しというところまでたどり着きました。ということで今回はアルジェーンに向かうんですが、まずは夜なので寝ましょう。おやすみなさーい。レベルは上がらない。甘露キビ250。モロコン、あ、モロコン高いですね。まあ、レア品ですけど、モロコンはいいお金になりそう。6日でございます。さて、久々に料理をしようかなと思うんですが、なんか作れるもの、あ、結構ある。山菜とキノコの炒めは前作ったような気がしますわね。レーテハンバーグ目玉焼きのせが作れる。作りましょうか。作ってお金にしましょうか。作ってお金にしましょうか。高品質料理を作成。はい。トンテンカ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 ン。チーン。おー、美味しそう。ずっしりとしたハンバーグと濃厚な黄身の目玉焼きが評判。ボリュームたっぷりのレーテ名物メニュー。美味しそう。他は、あ、なんか作れる。タイとタコのカルパッチョ。あったかたい。と、トラベラータコ。作りましょう。トンテンカンカンカン。トンテンカンカンカンではないですね。美味しそう。あったかたいとトラベラーダコを薄く切り、オリーブオイルやソースで仕上げた前菜料理。他とは違い、生食はシャトラでは当たり前。ここのあたりは納品すれば、2000円ぐらいもらえるんじゃないでしょうか。よし。納めに行きましょう。おー、なんか、すごい。実ってますね。いいですね。素晴らしい。パプリカ。てい。めちゃくちゃ取れる。トマトもいっぱい。いいですね。最高。収穫の時が一番楽しい。ババババババ。小麦と牧草も収穫できますね。種買いに行きますか、ついでに。オッケーオッケー。じゃあ水やりパパッとしちゃいましょう。お、砂糖ができてますね。砂糖とかトマトジュースとかいろいろできてますね。燻製肉。じゃあ一旦今日はお金が欲しいので、シャトラパプリカを全部売っ払いまして、砂糖も売ってみましょう。食べ過ぎると歯が痛くなる。燻製肉も売ってみましょう。とりあえず今日は全部売ってみましょう。種買いに行きましょう。宿屋。ここですね。食べ物納品。はい。レーテハンバーグ。シンプルな柵、お、柵が作れるようになるんですね。1500。ということは、いろいろ作っていきたいところ。ひんやり冷製コーンスープ。これ、モロコンあれば作れそうですね。出荷しちゃったな。はい。そして雑貨屋。モロコーンは4日なんで、どうしましょうかね。モロコーン2つ買っときますか。で、干し小麦を5個の牧草が4つ。と見せかけて、もう5個ずつ買っときます。毎回買いに来るのは面倒なので。でもキャロップもね、ちょっとね、料理のために欲しいんですよね。キャロップも買っとこうかな。植える場所ないですけど。高いな、キャロップ。オッケー。これぐらいあれば良いでしょう。料理のことも考えてね、そろそろ畑を進めていくのも大事ということですわね。岩壊したいなぁ。岩が壊れてくれればもうちょっと植えられるものも増えるんですけど。はい、とりあえず種は植え終わったので、シャトラで料理を納品しつつ、アルジェーンの方向かいましょうか。料理、持ってきました。納品できるものありますね。タイとタコのカルパッチョ。1000円。でも、全然、作れそうなものが、ない。そもそもレシピ買ってないですもんね。さあさあ、いよいよ、三つ目の街、アルジェーンですよ。参りましょう。寒そう。あれが教会ですかね。京都っていうだけあって。広いですね。鎌倉、雪だるま、かわいい。いかにも冬って感じ。まあ明らかにシーズライトも、冬のシーズライトなんでしょうね。教会、映える、映える、
いい感じ。京都アルジェーン。やってきました、アルジェーン。おっと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 、何ですか？旅のものか。京都アルジェーンに何をか。シードライトを調べに来ました。シュリカという人に会いに、素直に言っても受け入れられなさそうですからね。シュリカ様に、そうですよ。シュリカ様のお友達です。貴様ご同期がシュリカ様に拝謁できるわけなかろう。拝見かな。てんてんてん、ふむ。ん？まあ良い。あ、いいんだ。いいんだ。いいんですね。通っていいぞ。あ、いいん、え、いいんですか？少しでも怪しい素振りを見せればすぐに牢獄行きだ。覚えておけ。物騒な町。なんか感じ悪いわね。ね、そうですよね。ふむ。限界態勢？ま、とりあえず、いろいろ探索してみましょうか。ここにも料理納品がありますね。こんにちは。うちの宿の主人から料理の種類を増やしてくれって頼まれてさ。はい。力を貸しましょう。よろしく頼む。毛皮のコートを着たワカサギ。え？ヤンソンさんの誘惑。え？麻婆豆腐がある。激辛アルジェ鍋。いろいろありそう。まあ、レシピを手に入れないことには何もできないんですけどね。雑貨屋がありますかね？こんにちは。彼方に見える巨大な結晶体。我らがアルジェを見守る守護の奇跡、冬のシーズライト。大いなる試練を与えているのです。一年中極寒の地なのですわ。試練と受け止めてるんですね。免罪か。新刊さんに申し出た方がいいわ。免罪か。いろいろとなんか文化が今までのところとは違う。こんにちは、雑貨屋さん。雪国定番レシピ。ピリッと辛口レシピ。バロネポテト。秋にしか植えられない。アルジェキャベツ。春にしか植えられない。チルドプラント。冬しか植えられない。白状みかん。冬にしか実をつけない。なかなか、ここはあれですね。秋冬な特化型、さすがに。となると、今レシピを買ったとて、基本的に秋になるまで作れないんじゃないですかね。よし、レシピ買うのは後回しにしよう。さて、目的地的には？ああ、このまま進んでいけば、いけそうですね。民家を訪問しつつ向かいましょう。こんにちは。大きな声では言えませんが、夫が教団に捕らえられたんです。商いが良くないものだったらしくて。免罪院で裁きを受けてしまって、そんなことをするとはとても思えないということは何かしらやっぱり、裏の因縁みたいなのが何かしらあるってことですね。京都アルジェーンにはびこる闇の影みたいな感じですか？ジーグフェルド、強そう。ジーグフェルド司祭様の神託はよく当たる。大雪の神託のおかげで遭難せずに済んだ。ふむ、付近の町から信徒が移住してきての、尊きお方。ジーグフェルド？覚えにくい名前ですわね。こんにちは。シュリカ様みたいに戦うの。尊敬されてる？巡礼士になるんだ。ここだけの話、はい。ここのところの京都は様子がおかしい。免罪か信託、そんなものが本当に信仰に関係があるのか。変わっちまった。ふむ。やっぱり、鎌倉広場。何かキラキラしてますよ。楽園の終わり75編。無限。読みましょうか。楽園の終わりと呼ばれる説話集の一つ、その楽園では無限を求めた。外へ出してくれ。しかし外にはサイトカインが。だが楽園には希望がない。赤い蛇がやってくる。無限より解放して差し上げましょう。このリンゴを。無限は終焉を迎え、ただ一人無垢なる乙女だけが残った。無限とは地獄を意味するだろうに。そこをしかり、意味深すぎるんですよね。あ、滑る。めっちゃ滑る。ここ滑りますよ。つる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 。ワカサギ釣れそうですね。釣ってみましょうか。へい。じゃ、ばば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 。ほい。
冷凍ワカサギ、凍ってる。とても冷たい水に住む魚、表面の大部分が凍っており思わず心配になるが、外敵から身を守る術のよう、術のようだ。たまに完全に凍ってしまい命を落とす。なんともまあ難儀な生態ですこと。うん、基本的に冷凍ワカサギが釣れるっぽいですね。さ、情報収集続き。消えた、いなくなった、なんということだ。目の前で人が消滅してしまいました。教団は大変みたいだな。ジーグフェルド司祭が主導する改革のために大忙しみたいだ。免罪院なんてちょっと前までなかったわけだし。あー、司祭がなんかちょっときな臭いですね。何かありそう。ん？あそこがクエストの目的地ですか？あー、教会？いや、シーズライトに向かう道ですかね。あれが冬のシーズライトですよね。ん？冬のシーズライトが鎮座する奇跡の聖堂。立ち入りを制限している。許可がいる。許可はどこで得られますか？聖堂に行けばよかろう。うん、嫌な感じで。こっちに誰か来なかったか。おや？侵入者。あいつ？なんか、また、別軸で、何かが動い、誰かが動いてそうな。ん？あなたが侵入者、かっこいい。お、おーおーおお、俺のことは誰にも言うなよ。黒衣の男。え？侵入者さん？あの野郎どこへ？お前たち誰も見ていないか？はい、見てないです。実は私が侵入者です。そんなことは、口が裂けても言えませんね。そうだよな。うん。何なんでしょう、さっきの人は。慌ただしい。シーズライトに行くには教団の許可が必要。うん、聖堂に行くしかなさそうですね。いろいろと渦巻いてそうですけど。ま、聖堂に向かってみますか。時間的に閉まってる可能性も大いにありますけど、向かうだけ向かってみましょう。この先ですね。すごい脇道から行ったような気がする。聖堂。あなた方は一体何の用で、シーズライトへ行きたいんですけど。もたもたしてる時間もないの。通してくれますかね。うん。教団の巡礼士様たちに任せておけばよろしい。聖堂へは免罪化を身につけて、ああ、免罪化。通すなどのお達しら。いろいろめんどくさいですね。随分な言い分だな。やんのか？やんのか？免罪化を持たぬ者と交わすことは、ボルインしますよ。ボルトインパルスかましますよ。なんですって、アリアちゃんの方が気が短い。それではあんまりだわ。いいじゃないの。お、これはもしかして。シュリカさん。また会いましたね。うん。また会えると思っていたわ。免罪化なき者は、汚れた者、ひどい、ひどい言い分。なら私も汚れた者ってことかしら。お。そんなことは。生まれながらに神聖なお方。免罪化の必要はなく。うん。まあいいわ。誰の命令でそんな指示を？お、シュリカさん。こっちについてくれる。司祭様なのです。ジークフェルド。それは本当に？うん。そう。何かお考えが、シュリカさんからも司祭は、信頼はされてるみたいですけどね。急に塩らしくなっちゃって一体どうしたの？うん。聖堂に入れるわけにはいかないみたい。なんと。仲間っていうわけでもなかった。免罪化をそうですね。手に入れれば、一番の近道にはなる。免罪院で宣教を受けた者だけが身につけることができる。宣教？全然わかんないですけど。巡礼士である私には詳しいことはわからない。中の話だから。最近できたものだし。
一度免罪院に行ってみて。免罪院。テルシテスさん。固有名詞が多い。テルシテスさん。免罪院に行ってテルシテスさん。はい。とりあえず、モノライトをつけておきましょう。はい。ということでね、今回は冬のシーズライトの調査に行こうとしたら全然行けないというところで、このあたりとさせていただいて、次回ね、免罪院に行って、テルシテスさんに会って、免罪家っていうのを手に入れようと思います。はい。そんな感じでね、今回も嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。